日本鹿児島県鹿児島市堀江町堀江町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧鹿児島城下下町堀江町。郵便番号は892-0824。人口は1272人。世帯数は724世帯。堀江町の全域で、住居表示を実施している。鹿児島市中部に位置する。町域の北方には、泉町、南方には、南林寺町、東方には、 住吉町、西方には大黒町、新町、松原町がそれぞれ接している。町域の西端に、鹿児島県道214号鹿児島高専、東端には大門口通りが通っている。江戸時代は鹿児島城下下町のうちであった。元禄年間に城近くの海浜に造成された、新築地と称された埋め立て地のうち、 城下町西部の下町に係る新津記事に成立した町である。法歴年間の通り小六館七には堀口町と称していたが、三国名小図絵には天明元年には堀江町と称している。関西元年の札幌霊気雑集では下町十二町のうち、天保上海図では下町十五町のうちに含まれていた。百八十八年に公布された姿勢に基づき、 1889年2月2日に官報に掲載された市政施行地によって鹿児島が市政施行地に指定された。3月5日には鹿児島県令第26号によって鹿児島郡のうち50町村が市政による鹿児島市の区域と定められ4月1日に市政が施行されたのに伴い鹿児島郡50町村の区域より鹿児島市が成立した。 それまでの堀江町は、鹿児島市の町、堀江町となった。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は、鹿児島市外地域の住居表示に着手した。1963年9月11日に、城南地区で住居表示の実施に伴う町域の再編が実施され、須崎町の一部を堀江町に編入した。また同時に、 堀江町の全域で住居表示が実施された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。